今日はどうやってやっていきますか。今日はボッツしか見ない女 VS ボッツを見ないボッツしか見ない女 VS ボッツを見ない女の対決イエーイ。みかんちゃんがまあボッツしか見れないで、ピーコちゃんは出走表は見ていいけどオッズが見れない。オッズが見れない。だからが見る危険性があるよってことですよね。あるし、あるある。え、じゃあ私はだからどの人が A1 とかわからないってことでしょ。わからんわからん、オッズしか見ない。人気中しかわからない。え、でもそれで勝ってきてるんですよね最近。そうなんです。見てないもんね、そのオッズの人気ベスト10を見て、うん、その中からなんかまあ好きなの選んでるってだけ、うん、でも前めっちゃ取りましたからね。ね、丸亀と下関、うんうん、まあ、これあくまで検証なんで、これあれでいきましょうか。ちょっとこう金額っていうよりはプラスになるレースが何レースになるかみたいな対決の方法で 8ですよね。はい、はい、1レース1000でいきましょうか。はい、え、1000円。これはここは本当にオッズしか見れてなくてやばいです。これしか本当に本当にこれしか見ちゃダメってことですよ私、うん、でもさ大体人気がわかるじゃん。それあでも今回みかんちゃん有利かもしれない。唐津 G1 なんで A1 選手しかいないんで、罰ゲームでもが見ることも別に なさそう。死ぬ出た次のチャンネルの罰ゲーム何やそれしょうがない。罰ゲーム釣りチャンネルめちゃくちゃおもろい。あれを目指したもん俺は。この YouTube 始めるとき俺はこの YouTube、こんな YouTube をやりたいと思って。うん。あ、携帯それステッカーが入ってるんですか。素敵なステッカーが入ってるでしょ。 あ、これ可愛いって言われたメンバーにも。これ使ってたら、あれみかんちゃんからどうぞ。はい、私はでるん132135が500円ずつ、126が1000円ですね。はい、3点で3点でオッズしか見ない女2番人気3番人気7番人気です。そうなんだ。本当だ。 B さんは出走表だけで細々で出てますね。124214162126621621からも言ってますね。行きました。6絡み浜根屋さん、はい、出てくるね。126だと一緒だよね。一緒なんですけど、まあでも勝負で言ったらみかんちゃんの勝ちかな、うん、絞ってやっぱ金額もいい、うんうん、なりました。でも普通にさ先コースから1番2番、うん、3番始まった6番です。え、1ダメじゃない。2頭じゃない。いや5がいってる。いや135だったらあるよ。1だ。いい、これ123じゃね。違う、4ないよ私。1の…どう、いや分からんのこれ。12っぽいけど12は126 P さんは12は4。めっちゃ頑張るじゃん。124になりそうじゃないこれ。126は126ある。126ある。12はもうなる。12346無理、6しか無理じゃん。みかんちゃんは6だけ。あ、でも3出てない。みーちゃんは4もあるよ。いやこれ4になりそう。頑張れ。4が届いてきた。伸びる伸びる伸びる。伸び伸びそうだ。負けないでよ6。124は4くなったね。12あります。あります。こんなダンゴムシで。おあ4だ。12415.2 15.2 ピーちゃんいくらあるの。200円。2000円プラスのピーちゃんと2000円マイナスのみかんちゃん。大宮大宮さん、ピーちゃん見事的中。イエーイピーちゃん。ピューピュー。え、変えよっか。あ、じゃあ最後だけ変えよっか。だって全員 A1 じゃやっぱりみかんちゃん有利よ。じゃあ次はピーちゃんから。はい、オッズを見ずに出走表だけ123312132135124134200円か100円ずつみたいな感じで。そう、でも北野さんが展示
のターンがなんかよく見えたので、うんうんうん、どうなんかなと思ったけど、うん、あんまり私に濁点の方入れてなかったんですけど、うんうん、なんかモーター良かったかな。モーター良かった。ゴンドウさんね。そう、どうなんかな。展示も見れないよ、こっちは。見てない。私は、じゃだーん、うん、1、2の5、6と、うん135153、うん、折り返しね。はい、うんうん、これでいきます。オッズ的にいいオッズだったんですか。また1,2 番人気は省いたと思います、うん、ちょっと変わってるかもしれないんですけど、ちょっと安いのはもう1番人気はもう最初の時点で 9.4 とかだったから、ちょっといいかなと思って。なんかよく聞く、そのオッズ結構見る人よく聞くんですけど、その意外と1番人気は来ないとか、なんかそういうのあるんですか。え、でもこの間も割とそうでしたよ。丸亀と下関、一番人気、うん、私あんまり買ってなかったんです、うん、3とか4とかいい感じで上と下こういい感じに買ったら当たりましたもん、うん、買った後なんで言うんですけど、5号気にしてた5号店は丸野さんでした。もう人気、やっぱり結構今人気の第2回戦どうなんでしょうか。レース待っていきましょう。ゲップした？してないです。してもないです。4番、5番、6番です。スタートは、ちゃんと行ってよ。行ってる。スタートしました。ほぼ揃っていきました。第9レース、中でも1号艇の篠崎仁志、トップタイミングのスタートからまずは逃げを打つ。2コースから2号艇の1、2ある。21だ。2の篠崎、いや、おかげで2号艇の権藤が並んでいます。スタートは全然正常でした。さあ、2号艇、1号艇並びました。3番でも接戦で5番と3番が並走。ゴーちゃん、それから2号艇の権藤が3番。いや、逆転。篠崎さん上手だから。入った、入った、入った、入った。1、2、5あるよ。いやー、入ってない。ねえ、篠崎さん、あった上手。やっぱね、もう。あー、入ってない。3号艇北野と5号艇の丸野が内側に広がって並んでいます。21番区今度もまずは2号艇の権藤、引き刺して次の1号艇の篠崎の先だわ。21、先頭は2号艇の権藤利光で、3番手5号艇の丸野が先に丸、さあ足は3号艇の北野ですが、わずかに5号艇の丸野が前へ出ます。先頭2番が五輪、1番五輪、5番3番の順で五輪。ピエン、レディースですね。甘がさきよ。基本的にはでも女子レースの方が買いやすいってお客さんは言うんですよ。硬いんですか。あと選手の実力差が出やすいっていう。うん、ちってくれ。三いや、三いた。出る。完全に三。完全に三。五は？いや、止まった。打ち抜けてよ。え、なんで？うわ。え、あ、ね、1飛ばされました。2？ え、飛ばされてた。いやいや、2がまくった。今のはね、こう今のレース見て振り返りたいね。前回ありました。あった。女子レースってまた難しい。あ、そっか、女子か、これ、360倍。女子選手特有かもしれない、2がまくるって。2が外から行くっていう言ってた、コンさんも。女子は外から行きました。行く選手結構いるんですよ。もう全然変わる予想の仕方が。66番人気、うん、オーラスが。いいなぁ。穴狙い、次やる、次のレース。うん、広く穴狙っていくて。だから私もう3桁のオッズしか買わないってなる。いい、全然いいと思う、ね、ということで、今日のオッズしか見ない女 VS 出走表しか見ない女の対決、勝者はピーちゃーん。ということで罰ゲームを。いや、何罰ゲームないやろ今日。セルフハンドフック、はい、どうぞ。これでいい、これでいい。甘すぎ。オッズだけって言われたらやっぱ難しかった。うん、やっぱ選手見たいとかでも言ったもんね。誰だろうって思っちゃう。なんかこの何号艇の人が売れてるけど、うんうんうん、
誰かに、え、なんでみたいな、誰かによっては2着なのか3着なのかでなんか、あ、決め手にしたり、あ、うん、なるほどね。ピーちゃんはオッズ見ないから普段そっか、逆なんですね、じゃあ本当に、まあ両方見て、はい、やっぱ全部ね、情報は多い方がいいってことですね。そうですね、はい、ということでグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。いるんじゃないよ。